コングは、その村域が、ゴールウェイ県と名誉県の境界をまたいで広がる、アイルランドの村の一つである。コング村はいくつかの小川が刺繍を取り囲むことによって、形成された島にあって、コリブコとマースクコとを結ぶ地境の上に位置している。近隣には、ヘッドフォードとバリンローブという町と、クロンバール、ザニール、クロスという三村がある。コングは、 コリブ湖と北方に位置するマースク湖を結ぶ地下水流で有名である。コングは1111 11年にラスブリーサルで開催されたアイルランドの協会会議において、この音地方に承認された5つの管区の一つに認定されていたが、1152年にケルズで開催された協会会議で、この音地方の管区から外され、その全管区はチュアムの広塚さ教区に移常されることになった。 今では、コングの訓がン,ガヘイチンカン区は、名義管区として、カトリック教会のリストには記載されていない。コング村は、また、歴史家サーウィリアム・ワイルドの生誕地である。ウィリアム・ワイルドは、卓越した劇作家、小説家、詩人かつ短編小説家として、名を馳せたオスカー・ワイルドの父親である。静かなる男の舞台の一つとなった、家屋コング村は、 1952年のアカデミー賞を受賞したジョン・フォード監督、主演ジョン、ウェイン、共演モーリン・オハラ、バリー・フィッツ・ジェラルドの映画、静かなる男の撮影が行われたところである。多くの場面はアッシュ・フォード城の敷地内で撮影された。街並みや城の遺構などは1952年当時とほとんど変わっておらず、この映画にゆかりの土地としてコング村は今でも 観光客を引きつけている。静かなる男愛好会のような団体がこの映画を記念して今も様々な活動を行っている。1870年になるまでカトリック教会の記録にはコング村は載っていないがアイルランド聖公会では18世紀、19世紀の記録が残っていて、それらはバリンローブの近くの南、迷ル家系調査センターに保存されている。 アッシュフォード城、コング村はアッシュフォード城の古地である。かつてはギネス家によってコリブ湖畔に建てられたビクトリア様式を模した城であったが、今ではラグジュアリーホテルとして利用されている。アッシュフォード城はそれ自体が観光の名所である。コング村はまた中世の修道院、コング修道院の遺跡で有名である。この修道院は、 アイルランド全土を治めた最後の上級王であったローリーオコーナーが晩年を過ごした場所である。コング修道院はまたコングの十字架と呼ばれる金属でできた十字架系の生骨箱に見られるケルト様式の美術工芸品の発生地でもある。このコングの十字架は今はダブリンにあるアイルランド国立博物館が所蔵している。コング村には 自立型の背の高い十字架増長節されている。この水路建設の遺産は今もその主要な部分を残しているのである。四同士の年代記にはこのような記述がある。ありがとうございます。